はい、皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日はですね、カメラのね、新しく導入した、カメラのレビューをやってみたいと思います。まず何よりいいのが、ズームがついてることですね。今まではこのズーム機能がなかったんで、ちょっといろいろ困ってたんですけど、やっぱズームあるといいですね。はい、でここはあれですね、地元の、町ですね。こういう遠いとこもこうやってズームが効く。これ40倍ですね。これで最大か、光学40倍。まあ、これでまあちょっとね、ネタとかね、そういう幅が広がればいいんですけど、おお、懐かしい、高坂、小さい頃よく行ってました。ここはね、夏場になると祭りが17夜って言って、屋台が並んで祭り会場と化す場所です。ここはこの工場、これはもうズームしがいがあるね。おお、結局なんでこのカメラを導入したかって言ったら、今までスマホで撮ってますけど、まあちょっと買い時かなと。まあさすがにスマホの限界を感じてしまって、ちょっともう導入しちゃいました。まあそんな高くないですけどね、これ。ただこれいいのは、防水、防塵で、耐久性があるっていう、もう本当3秒で揃ったらもう言うことなしっていう、そういうところですね。ここはこのカメラは、おお、伊藤商店。でもこれ水中カメラにもなるっていうか、ありますね。要は海の中とか水の中こう落としても撮影できるっていう。5メートルまでなら落として30分以内に引き上げたら壊れないっていう。もうかなりもうごついカメラですよこれ。ただね、ちょっとね気になるのは、このカメラね、ちょっとマイクがちょっとあんま良くないかなっていう感じはしますね。まあちょっとね、投稿してみてね、どんな感じになるかちょっとチェックしますけどね。すげえな。
まあ、正直あのスマホで撮った時の方が、スマホで撮った時の録音の方がすごいクリアに聞こえる。これで撮ってパソコン取り込むとなんかクリアに聞こえないだよね。まあまあね、こういうズームができるからね。すごい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 。いいっすね。はい、まあこんな感じですね。うん、はい。